ベンヤミン・ヘンリヒスは、ドイツノルト・ベスト・ファー・レンシュー・ケルン出身のサッカー選手。RB ・ライプツヒ所属。ポジションはミッドフィールダー、またはディフェンダー。ドイツ人の父とガーナ人の母との間に生まれる。SPVG、ポルツ・グレンベルクホーフェ編でサッカーを始めると、2004年に、バイエル・レバークーゼンの下部組織へ入団。UEFA ユースリーグ2014から15では6試合に。 出場し得点を挙げた。二千十五年八月のボルシアドルトムント戦で、ブンデスリーがデビュー。十八分に、カリムベララビトの交代で試合に入ったが零から三で、敗れた。二千十六年、フリッツバルターメガルユマイナス十九部門で金賞を獲得した。二千十八年八月二十八日、AS、モナコへ二千二十三年六月までの五年契約で、 完全移籍した。2020年7月8日、r b ライプツヒへ、買取オプション付きの1年間のレンタル移籍。代表レベルでは U-15 ドイツ代表に、招集されて、以来、各アンダー年代のドイツ代表に招集されている。U-17 ドイツ代表としては2014年5月に、マルタで開催された UE、UEFAU-17 欧州選手権2014。 の代表メンバーに選ばれグループリーグ3試合に出場し、初戦の U-17 スイス代表戦では1得点を決めた。U-19 ドイツ代表としては2016年7月に地元ドイツで開催された UEFAU-19 欧州選手権2016の代表メンバーに選ばれ全4試合に出場2017フフ U。2017FIFAU-20。 ワールドカップ出場をかけた U-19 オランダ代表とのプレーオフでは三対三の同点のまま決着がつかず PK 戦の六人目のキッカーを務めるとこれを冷静に決めドイツの本大会出場に貢献した二千十六年十一月五日二千十八 f i f a ワールドカップヨーロッパ予選の三割の代表戦を呼び国際親善試合のイタリア代表戦に向け ドイツ代表に招集されると、同年11月11日に行われたサンマリの代表戦において、先発出場という形で代表デビューを果たした。2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017の代表メンバーに選出された。グループリーグ第3戦のカメルーン代表戦で途中、交代という形で出場機会を得ると、 準決勝のメキシコ代表戦では右、ウィングバックとして、先発出場し、レオン・ゴレツカの先制点をアシストする活躍を見せ、決勝進出に貢献した。決勝戦では、出場機会はなかったが、優勝メンバーに名を連ねた。フィファ・コンフェデレーションズカップ2017でのヘンリヒス。ありがとうございます。